Thalamia is Greek misname of an evil spirit who abducts and devours children, meaning large shark. The name means vampire in Latin and fiend in Arabic. Thalamia has been ascribed serpentine qualities which are part serpent beings. These include the half-woman and half-snake beast. In the painting of the Entombment, which has been said to be painted by Michelangelo Buonarroti, you may see two Lamia who seem, at least, to have only one leg. 下半身大蛇の魔女、それがラミアです。子供を誘拐し、そして子供を食べていたと言われています。ラテン語では吸血鬼、アラビア語では鬼を意味します。ミケランジェロ・ブラノッティが描いたと言われる埋葬の絵の中にも少なくとも足が一本しかないと思われる二人のラミアが描かれていました。広志林、Hamema City, Japan. もう一度最初から画面を見ながら説明します。ミケランジェロ・バノルティが描いたと言われている埋葬です。この埋葬の右下の人物に注意してください。頭に注意してください。この頭はですね、ただの帽子ではありません。よく見るとですね、目のようなものが描かれているのがわかります。で、その頭はまさしく蛇の頭ということになります。薄く目が見えますね。で、この人物の足を見てください。一見すると2本足があるように見えますが、確認できるのは1本だけです。向かって右側の左足はですね、衣がややめくれているためにですね、2本あるように見えますが、これも騙し絵の一つです。と言いますと、皆さんの中には、いやこれは日本だというふうにおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、そう結論を出すのは少し待ってください。今度は向かって右側のこの人物の足を見てください。足一本は確認できますが、しかし向かって右側と言いますか、この人物の右足は見えません。一見するとあるように見えますが、この矢印の部分はその右に描かれているモンスター怪獣フンババの輪郭です。足ではありません。これも騙し絵の一つです。一見右足があるように見えますが、これは足ではなくて、その右に座っているシャマー種のペットフンババの輪郭です。黄色い線でそれを示してみました。一見すると足に見えますが、足ではありません。つまりこの人物も足が一本しかないということになります。まあ、こうして、つまりこのような形でミケランジェロ・バロノティはですね、埋葬の絵の中に二人のラミアを描いたということになります。左の一見天使に見えるような人物、これもラミアです。そして右の人物も、私林留氏はイナンナ・マリアと判断しましたが、この人物もラミアです。で、話を少し戻します。
左の人物がですね、ラミアである証拠の一つが頭にあるということになります。もう一度この絵を見てください。頭の部分をやや明るくし切り出してみました。でその中央にですね、目のようなものがあるのは分かります。そうです、目です。これは蛇の頭であり、そして蛇の目ということになります。右の方によく似た蛇の頭を並べてみました。このような形でこの女性は、つまりは大蛇であることを示しています。そしてその下半身はあたかも2本の足があるように見えますが、しかし1本は確認できますが、もう1本は確認できません。同じような手法でレオナルド・ダ・ヴィンチはアンギャリの戦いの中でやはりそのような人物を描いています。中央の人物に注意してください。奇妙な帽子をかぶっていますが、この帽子はですね、見方によっては何かの怪物に見えます。つまりミケランジェロもダ・ヴィンチも同じ手法で怪物を表現したということになります。そしてダ・ヴィンチの描いた岩窟の聖母ルーブル版です。中央の人物はラミアです。下半身大蛇です。と同時に右側の人物に注意してください。ポーズが不自然です。でこのポーズでは前につんのめって倒れてしまいます。つまりこの人物もラミアということになります。手で重心を支えているかのように見えますが、この人物の左手は軽くその前の子供に触れている程度です。つまりこのような形でミケランジェロもダ・ヴィンチも同じコンセプトを持った絵を描いたということになりますが、裏を返しているとミケランジェロもダ・ヴィンチも自分では絵を描いていませんでした。もう一人上の人物によって描かされていたということになります。で左下の人物はラミア、そしてその上がバプティストのヨハネ、中央にシャマーシュイエス、その向こうに裏切り者のユダ、そしてその右にイナンナ・マリア、そしてその右にイエスの妻のベタニアのマリア、そして右下にですね、シャマーシュのペットモンスターフンババが描かれています。こうしてここに描かれている人物のすべての正体を明らかにすることができました。つまり左下の人物は蛇の頭を持ち、下半身大蛇の、つまりはラミアということになります。で結論ということになります。ミケランジェロもまた下半身大蛇のラミアを描いていました。そしてもう一人マンチェスターの聖母の中に描かれている聖母も一本足の、つまり下半身大蛇のラミアということになります。それについては続く動画の中で説明しますが、つまりもう一度この絵を見てください。それがこの動画の結論ということになります。頭には蛇の頭が描かれています。目があります。口もあります。そして足は2本あるかのように見えますが、よくよく見ると1本しかないのがわかります。つまり下半身大蛇のラミアということになります。そしてこの手法で書かれているのが糸車の聖母 by レオナルド・ダ・ヴィンチです。あの糸車の聖母もですね、一見足が2本にあるかのように見えますが1本しかありません。つまりコンセプトが同じ、共通しているということになります。もう一度この足をしっかりと確認してください。でそのことをより確かにしているのが向かって右側に描かれている人物ということになります。一見すると2本足があるかのように見えますが1本だけです。向こう側にある、右側の足と思われる足はですね、これは足ではなくて、その右に描かれているフンババの輪郭線です。つまりこれも騙し絵ということになります。つまりこの人物、すなわちイナンナ・マリアはですね、この絵の中に描かれているイナンナ・マリアはですね、一本足の人物であることを示しています。こうしてミケランジェロはですね、
ここに描かれている人物、左下の天使と言われている人物、そして右の、まあ、この人物はラミアであることを示しました。続く動画の中でさらに詳しく説明します。Bye for now. The Conspiracy of Gas, Episode 5. When we see a familiar painting, we began to repeat the process of putting our own feeling in it as usual, according to our common sense we have had. Then Albert Einstein wrote, Common sense is a collection of prejudices acquired by age 18. Or, more often, I, Hiroshi Hayashi, say here that common sense might blind us. Here is another example, the Madonna of the Young Winder, painted by Leonardo da Vinci. In this painting, you can see Madonna, or Bloody Maria, after 1500 years, who eats a child. 見慣れた絵を見ると、私たちはそれまでの思考プロセスを繰り返しながら、その絵を見ます。つまり、私たちの常識に従ってその絵を見ます。で、アインシュタインはこう書いています。常識などというものは、その人が18歳の時までに得た偏見の塊である、と。が、それだけではありません。その常識は大変しばしば私たちを盲目にします。ダヴィンチの書いた糸巻きの聖母もその一例です。この絵の中では、血にまみれたマドンナが子供を食べようとしています。正確には1500年後のマリアです。イエスではありません。食用の子供です。広志林、浜松シティ、ジャパン。では画面を見ながら説明します。糸車の聖母です。この絵画もまた修復されている可能性がありますが、それはさておきます。糸車の聖母は2枚あります。左を B バージョン、右を L バージョンとしておきます。で、B バージョンの方には、マドンナの、まあ、左手の指が描かれています。しかし、右の L バージョンの方からは、それが消えています。まずそれを皆さんに見ていただきますが、左の B バージョンの方には指がありますね。しかし、L バージョンの方からは消えています。そして、中部からご覧ください。左の、B バージョンの指は異様に長いということです。で、これはですね、右の上の親指の爪を見てください。爪がしっかりと書かれてますね。ですから、左の B バージョンの親指も、の爪もここにあると判断します。その親指の爪ですね。今まるで囲んだのが爪です。そしてこれがですね、人差し指、もしくは中指の爪ということになります。そしてその位置を比べてみますと、まあ、右がですね、比較的指が長いと思われる女性のですね、手の写真を並べてみました。で、比較してみますと、まあ、この親指と人差し指の付け根、そして人差し指の爪のあるところですね、この部分が異様に長いということです。これは前回言ってますか、少し前精査した時に皆さんに紹介しました。まあ、普通の指ではないということですね。岩窟の聖母子の中のマドンナも指が異様に長いです。それについてはこれに続く動画の中で説明します。まあ、こうしたおかしなところがあるということですね。他にもいろいろとおかしなところがあります。例えばこの子供ですね。これはイエスではありません。それは後で説明します。で、この、まあ、この部分がですね、左の方は割としっかりと書かれてますけども、右の L バージョンの方はですね、何かしら、おかしな形になっているのがわかります。まあ、これについては理由がわかりませんけども、もう一つ、まあ、私がですね、納得できないところがあります。それがですね、この頭なんですね。で、注意深くご覧ください。で、左の B バージョンの方もですね、右の L バージョンの方もですね、額に妙な、なんて言いますか、布のようなものがかけてあります。右はですね、聖母子と聖アン、
西安と西母子ですね、の絵です。やはりダヴィンチの描いた絵ですけども、やはり、頭に奇妙なものが描かれています。これはミケランジェロが彫ったペーター像です。このペーター像の額にもやはりおかしなものが表現されています。これは偶然の一致なんでしょうか？それとも何か特別な意味のあるものなんでしょうか？私はこれをですね、レースと判断しておりましたけども、左の方を、ダヴィンチの描いた絵を見ますとですね、これがレースではないということはですね、上の髪の毛の付け根のところを見ていただくとわかります。すなわち、この白い、まあ、額を覆っているこの布のようなものがですね、額の、まあ、分かれているそのところからもう続いているということですね。すなわち、これは頭に巻いたレース、あるいは鉢巻きのようなものではなかったということを意味します。で、もう一箇所、注意していただきたいのが、この髪の毛なんですね。で、この髪の毛です。そして、この左のですね、マドンナの胸元なんですね。注意深くご覧ください。で、どうしてこれがおかしいかということですよね。いわゆるマリアだからおかしいのです。2000年前にこのような髪型、あるいはこのような衣服があったかという疑問もさることながらですね、マリアというのは貧しい大工の奥さんではなかったのでしょうか。それにしては豪華ですね。そして、極めつけはこの血にまみれたメアリーです。で、このマドンナのですね、胸元を見ていただきたいんですけども、ここに奇妙な赤いラインがあります。このラインには見覚えがあります。西安と西母子の絵の中に同じものが描かれています。これは別の動画でですね、血であることを私が証明しました。比べてみてください。やはり上から下に垂れてますね。直線的に垂れています。そしてそれがですね、絵に描いた衣服のところで止まっています。汚れであるならば、絵に描いた衣服のところで止まるはずはありません。なあち、これは、ね、隠し絵、騙し絵という形でダヴィンチが血を描いたということになります。そしてそれと同じものがですね、左の糸車の聖母の中にも描かれているということですね。で、もう一度見ていただきますけども、ここにですね、またその、この子供のね、お腹に、やはり、こう、奇妙なものが、まあ、消されているような感じですね。これやはり、私は修復されているんじゃないかと思います。右の方の絵と比べてみるとですね、色が全体に薄くなっています。しかし、明らかにこれは血、ということになります。汚れではありません。で、右の方の、絵と比べていただくとわかりますように、色風合い、同じなんですね。ということは、この子供の腹にもですね、同じような血が描かれているというふうに林博士は判断しました。まあ、それは恐ろしい絵だということですね。で、もう一度、この西安と西母子の絵を見ていただきたいんですけども、これは別のところで詳しく精査しましたので、そちらをご覧になっていただきたいんですけども、ここでは簡単に説明しておきます。これがですね、汚れか、それとも皮膚病なのか、それとも血なのかということで、まあ、調べていました。しかし、皮膚病ではありません。で、汚れでもないんですね。っていうのは、この赤い汚れのようなものがですね、顔の輪郭線で止まっています。そこに注意してください。ということは、もし汚れであるならば、まあ、こうして輪郭線のところで止まるということはないはずです。すなわち、意図的に描かれた、汚れ、すなわち血であるということになります。まあ、いわゆる隠し絵、騙し絵の、まあ、手法ですね。注意深くご覧ください。まあ、ダヴィンチはこのような形で、っていうかね、1500年後にイエスはこのような形で、まあ、血を描いたということになります。で、西安とマリアの、まあ、皮膚にはですね、このような汚れに見せかけた血が、まあ、描いてあるということですね。そしてこの衣服にも、まあ、いわゆる乾いた血って言いますかね、が描いてあります。この色はですね、乾いた血の色と同じです。で、それがですね、汚れてない証拠に、この衣服のシワとか輪郭線のところに止まっている。輪郭線、まあ、シワに沿ってあるということですね。そして輪郭線のところに止まっているということです。まあ、ここで簡単に皆さんにお見せしますけども、これは血なんですね。で、なぜこんなものを描いたかということなんですけどもね。まあ、1500年後のイエスがですね、なぜこんなものを描いたかですけども、まあ、それはですね、ここの絵の中に出ている、男の子に、その、理由を見ることができます。ともかくもここで見ていただきたいのはですね、このように、まあ、血に、いわゆる汚れに見せかけた血が書いてあるという点ですね。そして、まあ、ところどころに本当に汚れのようなものを書き込んであるわけです。まあ、こうしてですね、まあ、騙しているわけですね。で、これ特にこの、
聖安の右腕の手のところですね。ここに、大きな、まあ、赤い、まあ、血が書いてあります。そしてそれはですね、輪郭のところで止まっているということなんです。なじ、これは、汚れでもなければ、また、まあ、皮膚病でもないということですね。衣服にもついてますからね。ですから、これは血であると。で、この、先ほど言いましたように、この上から、これは魂なんですね。もし、まあ、絵で、汚れであれば、この衣服、絵に描かれた衣服のところで、この、まあ、流れが止まるということはありえないことです。なあち、まあ、こういう形で、これは血であることを示したわけです。衣服のところで止まってますね。しっかりと止まっています。なあち、これは、意図的に描かれた、まあ、絵ということになります。で、もう一度しっかりと、ここを見てください。そして、それと同じものがですね、糸車の聖母の中にも描かれているということです。で、ただ冒頭に言いましたようにですね、絵が綺麗すぎますから、私は修復されている可能性があると思います。この、聖安と聖母神もですね、修復されて、現在はもうすごく綺麗になっています。で、この聖安のですね、手がですね、イエスと生まれる子供の、皮膚の下に潜り込んでいるところも注意してください。そして、この子供はですね、左手に、短刀を持っています。そして、羊の頭に突き刺しています。先を見てください。白くありませんね。すなわち、これも騙し絵の手法ですね。一見すると耳のように見えるんですけども、短刀であるということですね。で、結論ということになりますけども、この糸車の聖母の中にはですね、一見すると、って言いますか、今現在日本に来ているそうですけども、03、03、03の連続ですけども、実はこの絵の向こうにはですね、恐ろしい、まあ、マリアの実像が描かれているということになります。すなわち、これをマリアはですね、2000年前のマリアではなくて、今から500年前のマドンナであるということになります。となりますと、この子供はイエスということはありえませんね。彼は、イエスではなくて、マリアの食用の子供であるということになります。なぜマリアは子供を食べていたか、その理由は続く動画の中にあります。A young lady wrote in her blogA young lady whom I suppose to be very wise as follows. I never judge people on their first appearance because sometimes people who seem sweet can be the biggest snakes and the people who look arrogant and rude can be the nicest people ever when you actually get to know them.I, Hiroshi Hayashi, agree with her to say that she's correct and don't judge God by its appearance either. And I do believe that this is a message from kind Christ after 1500 years in the Renaissance. ある若い女性は自分のブログの中でこう書いています。人を見かけで選んではいけませんよとです。見た目にはスウィートな人でも中身は邪悪な蛇であることも多いというのです。そして一方、見かけの悪い人、例えば傲慢で失礼な人ほど中身は良い人であることが多いとです。私林浩司は1500年後のカイン・キリストは次のようなメッセージを私たちに残したものと判断しています。つまり、神もまた見かけで選んではいけませんよとです。で、今日はダ・ヴィンチが書いたとされる糸車の聖母の中の聖母について考えてみたいと思います。この糸車の聖母という絵の中に描かれている聖母もまた下半身大蛇のラミアだったという話です。広島やし浜松シティジャパン。では最初からもう一度画面を見ながら説明します。ダヴィンチなる画家が描いたとされる糸車の聖母です。2枚あります。
て明るくしてみるとですね、向かって左側にその足が見えてきます。今白い線で書いてみましたが、足がですね、どうやらお腹の下から出ているような感じに描かれています。そして向かって左の方にですね、小さくもう一本の足も描かれているようですけども、別の足というよりはつながっているように思います。そこで実際に座っている女性と比較してみることにしました。右が実際に座っている女性ということになりますが、足の付け根の位置に注意してください。まあ、その足の付け根の位置がですね、まあ、マリアの場合は上の方に上方に上がっているということになります。となりますと膝を上に上げているのかなという感じですけども、どうもそうでもなくて、太い足が一本お腹の下から出ているのがわかります。で、岩窟の聖母の中に描かれている聖母イコールラミアと比較してみます。右が岩窟の聖母ルーブル版です。で、この白い枠で囲った部分を大きくし明度を上げてみるとですね、衣服がどこか不気味ですね。右はラミアです。で、その衣服のコンセプトと左の糸車の聖母の衣服のコンセプトが似ている。つまりどこか不気味さを感じさせるという点でコンセプトが共通しているということです。で、右がもう一枚の糸車の聖母ということになりますが、右の方は、まあ、輪郭線をですね、やや書き足してあるように見えます。そしてなんとなく向かってその左側の下にですね、もう一方の足が描かれているように、まあ、修正といいますか訂正されているのではないかと私は考えています。つまり左側の糸車の聖母の中の聖母の右足は分かりにくくなっているのに対してですね、右の糸車の聖母の中の聖母の右足は右足であるかのように分かりやすくなっているということです。これをどう考えたらよいかということになりますけれども、続く動画を見てくださればですね、4人のラミアということになり、そしてこの糸車の聖母の中に描かれている聖母もまたラミアの可能性が高いということになります。言い換えると糸車の聖母の中の聖母だけがですね、ラミアでないと考えることは難しいということになります。で、まず3人のラミアを紹介します。パブロ・ピカソの描いたラミアです。ゲルニカという絵の中にそれが表現されていました。右の方に尻尾が伸びているのが分かります。中央はミケランジェロが描いたマンチェスターの聖母の中の聖母です。そして右がですね、岩窟の聖母の中の聖母です。みなラミアということになります。そして今回ですね、糸車の聖母の中の聖母も下半身大蛇のラミアであると私林博士は判断しました。つまり一連のこうした流れの中でそれがどういう絵であるかを判断しなければならないということです。続く動画は少し長いですけども、どうかご覧になってください。また最後のところでお会いします。バイ。ある著名な美術評論家は次のように書いています。白黒で表現された一面モノクロームのキャンバスには人間のような目を持った闘牛の頭、その下には空爆の犠牲となった子供を抱えて泣き叫ぶ母親、狂ったように叫ぶ馬、天を仰ぎ救いを求める者など、逃げ惑い苦しみ叫ぶ人々や動物の様子が描かれている。左下で倒れている人物はピカソ自身であるという。なお闘牛や馬が意味するものとしては
牛をファシズム、馬を抑圧された人民とする解釈や、牛を人民先生、馬をフランコ主義とする解釈などもあるようだと。Lamia in ancient Greek mythology was a woman who became a child-eating monster after children were destroyed by Hera, who learned of her husband Zeus' tryst with her. Hera also afflicted Lamia with sleeplessness, so she would anguish constantly, but Zeus gave her the ability toremove her own eyes. 魔女中の魔女、それがラミアです。ゼウスのラミアとの愛引きを知ったゼウスの妻ヘラはラミアの子供たちを殺します。でその後自らは子供を食べる魔女になりました。でヘラはラミアを不眠にし、ラミアはそれに苦しみますが、ゼウスはラミアに自分の目を取り除く能力を与えました。ピカソは代表作、ゲルニカの中にラミア、つまりマリアを描いていました。広志林、浜松シティ、ジャパン。1500年後のイエス・キリストは、レオナルド・ダ・ヴィンチという操り人形芸術家を通して、一枚の絵を発表しました。それが岩窟の聖母子
ルーブル版です。ラミア or Lamia in English in ancient Greek mythology was a woman who became a child-eating monster after children were destroyed by Hera, who learned of her husband Zeus' crisis with her. Hera also afflicted Lamia with sleeplessness so she would anguish constantly, but Zeus gave her the ability toremove her own eyes. Lamia was also used as a bogey word to frighten and discipline children. 子供を食べる魔女、それがラミアです。古代ギリシャ神話によれば、ゼウスとの密会を知ったヘラはラミアの子供を殺します。それがラミアをして魔女にした理由と言われています。上半身は女性、下半身は大蛇の魔女です。ダヴィンチなる画家が描いたとされる岩窟の聖母の中の聖母はそのラミアでした。それをこの動画の中で証拠を添えて証明します。広志林、浜松シティ、ジャパン。今ご覧いただいている画像に注意してください。中央に描かれているのが聖母マリアです。そのマリアの胸の模様、様子、風合いと後ろの岩が一致している点に注意してください。つまりこのような形で1500年後のイエスは操り人形レオナルド・ダ・ヴィンチを使ってこのような絵を発表しました。つまりここに描かれている聖母、すなわちマドンナは魔女、子供を食べる魔女であることを表現しました。このような形をしているというわけですね。上半身が人間の女性、下半身は大蛇です。なぜ1500年後のイエスがダヴィンチなる画家を通してこのような絵を描いたかについては別のところで説明しましたが、ともかくも今皆さんがご覧いただいているのは事実です。そこにある事実です。つまりこの事実をあとはどのように解釈するかですけども、このマドンナの向かって左側にいる子供はその餌の子供ということになります。イエスなんかではありません。餌の子供です。むしろ右側に座っている子供の方がイエスということになります。それについても別のところで証明しましたので、またそちらをご覧になってください。ともかくも岩窟の聖母の絵の中に描かれているマドンナはラミアであるということです。現代アートの世界でも左右のようなラミアが表現されています。子供を食べる魔女、魔女中の魔女ということになります。繰り返しますが、この中央の聖母の向かって左側、聖母の右側にいる子供は、これはイエスではありません。餌の子供です。その証拠にマドンナの指先がこの子供の皮膚の下に潜り込んでいます。それについても別のところで証明しましたので、どうかそちらをご覧になってください。中央の聖母はラミアでした。
Hiroshi Hayashi will present a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a very horrible painting painted by Leonardo in the Middle Ages about 500 years ago. In the painting, Madonna and Child Jesus with the infant John the Baptist and an angel are painted in a rocky setting which gives the paintings their unusual name. A Virgin of the Rocks. Yes, it is. It is very much unusual. 皆さん、こんにちは。今日は岩窟の聖母の絵の謎について話します。この絵は大変恐ろしい絵です。そのことをこのビデオの中で説明し、証拠を添えて証明します。私たちは作り上げられた虚構の中で、この絵を素晴らしい絵と思い込んでいるだけということになります。この絵も恐ろしいですが、本当に恐ろしいのは私たちが持っている常識ということになります。あるいは私たち自身かもしれません。今、マドンナの右手の人差し指がイエスの神秘ですね、皮膚の下に潜り込んでいます。ここに注意してください。これは衣服ではありませんね。神秘です。皮です。その中にマドンナの指が入り込んでいます。注意深くご覧ください。で、イエスの体を見ますと、あちこちで皮膚が剥がれているのがわかります。お腹から背中にかけてですね、皮膚が剥がれています。いわゆる脱皮しているわけですね。で、ダヴィンチはこうした脱皮しているイエスを、まあ、表現したということになります。衣服でないことは境目を見ればわかります。足の皮膚も脱皮しています。足の皮がめくれていることがわかりますか？これは衣服ではありませんね。衣服だったら足の先まで着ることはありません。これは、まあ、こうした、まあ、動物がいるわけですね。まあ、皮を剥ぐと言いますかね、神秘を剥ぎながら成長していくってわけですね。で、同じようなことをダヴィンチがイエスの皮膚の上で表現しています。これは別の、まあ、トカゲってことなんでしょうかね。やっぱり脱皮していますね。そして皮がめくれています。注意深くご覧ください。すなわち、イエスの体は脱皮している。すなわち、イエスは人間ではない。すなわち、イエスはレプタリアンであるということをダヴィンチはこうして証明しました。そして、続くこの指も怪しいです。注意深くご覧ください。この人差し指の付け根のところに人間にはない皮があります。この皮に注意してください。この皮もやはり脱皮しているように見えます。注意深くご覧ください。なあち、この、まあ、エンジェルって言われている、まあ、これ女性じゃなくて男性なんですけどもね、別のところで証明しましたが、これは男性ですけど、まあ、顔に騙されちゃダメですよ。まあ、要するにこれも、この、まあ、なんて言ったら、人もですね、皮膚がめくれて脱皮しています。まあ、このように、ダヴィンチは、まあ、皮膚のめくれた、まあ、人物をこうして描いて、まあ、これらは人間ではないということを示したわけです。まあ、これが神秘ということになるわけですね。皆さん自身で判断してください。ペロッと皮がめくれています。で、さらに検証を続けてみます。この、まあ、エンジェルの足を、まあ、その前にちょっとこの皮膚をですね、見ていただきたいんですけども、こういう隠し絵という手法でですね、あたかも衣服のように見えるようにして、まあ、カムフラージュして、実はダヴィンチは、まあ、こうした人たちが、まあ、いわゆるその脱皮する人たちであったことを示しています。で、今度は、この足のところを見ていただきたいです。ここは少し注意が必要です。一見すると4本指が確認できます。しかし一番向かって右の指は色が白いですね。チューブからご覧ください。これはですね、隠し絵手法と言いまして、周りの葉っぱの色なんですね。なあち、こういうふうに、まあ一見しただけでは4本、あるいは5本に見えるようにしてですね、実はこのエンジェルは3本指であることを示しています。まあ、つまり人間ではないということですね。この白い部分と白い部分を比較してみてください。すなわち、白い部分は葉っぱであるということですね。で、これを、この人は3本指の、まあ、エイリアンとか、まあ、エイリアンになりますけどもね。これが毛皮に見えますね。足の指。後でもう一度出てきますけども、足の付け根のところに毛が生えているように見えます。3本指の毛の生えた、まあ、エンジェルということになるわけですね。白い部分は繰り返しになりますけども、葉っぱです。私もここに騙されましたね、はじめね。で、この人は3本指の足を持っている。しかも、右の方はどうも、毛が生えてるみたいですね。
で、いよいよマドンナの謎ですけども、このマドンナの胸と、そして後ろの背景の岩を比較してみてください。注意深く見てください。今日のポイントということになります。で、このダヴィンチはですね、このマドンナの、まあ、胸のところと、そして後ろの岩を同じ色で、同じ質感で描きました。まあ、色温度っていうんですかね。同じように、全く同じように描いています。すなわち、このマドンナの体と後ろの岩は連続していることを、こうしてダヴィンチは示したわけであります。すなわち、体はぐにゃーっと回って、後ろに続いているんだぞ、と。まあ、そういうことをダヴィンチは、まあ、この絵の中で表現したわけですね。で、もう一つ、ここ重要ですから、今日のポイントですから、もう一つ確認しておきます。ここにマドンナがいますけども、このマドンナの体とですね、後ろの岩を比べてみてください。まあ、途中で曲がっているというよりも、私は下の方までぐーっと曲がって、そして後ろに続いていると見ます。まあ、その方が自然ですからね。そして、後ろの岩とマドンナの体、胸の、色、風合い、すなわち色温度は同じだということです。描き方も同じですよ。すなわち、マドンナの下半身は蛇、もしくは竜であることを、こうしてダヴィンチは示したわけであります。皆さん自身でしっかりとご確認ください。もう一度念を押しておきます。まあ、これが原画ですね。それで少し色を明るくしています。部分的には細工してません。全体に明るくしたということです。さらにコントラストを上げてみますと、このように胸のところと後ろの岩を比べてみてください。そしてマドンナは、まあ、大蛇であるということをダヴィンチは示したということになります。まあ、胸に抱いているのも蛇に見えますけどもね。それも後でちょっと出てきます。こうして、まあ、ダヴィンチの、まあ、いわゆる、思想がですね、ここに織り込まれているということですね。で、誰かと言いますと、当然、ラミアということになるわけです。ラミアというのは子供を食べる魔女、悪魔として知られていました。そして、こういう形で、まあ、いろんな画家がラミアを表現しています。まあ、上半身は人間で、下半身は蛇だってことですね。まあ、こうした絵は全、まあ、全く珍しくないわけです。ミケランジェロも同じような絵を描いています。中央にいるのがラミアです。いわゆる、まあ、アダムの最初の妻と言われてますね。そして、まあ、これカペラ・システーナに書かれている絵です。で、ラミアとはどういう、まあ、魔女だったかと言いますと、子供を食べるラミア。まあ、もともとは、まあ、リビアの女王であったというけども、アダムの最初の妻、リリトのことである。リリトですよ。リリトのことであるということですね。そして、これがマドンナ。もう一度繰り返しますが、確認してください。ここが今日の一番重要なポイントです。胸と後ろの岩を比較してみてください。そして、左がミケランジェロの描いた、ラミアです。そして、下半身が蛇ですね。そして、このエンジェルの足の指は三本指です。そして、指は新品が剥がれています。そして、マドンナはイエスの皮膚の下に指を潜り込ませています。まあ、こうした事実から浮かび上がってくる、まあ、なってますか、ストーリーは何かというと、恐ろしい話ということになるわけですね。皆さんもこの足をもう一度確認してください。で、そして、左がリリトです。魔女中の魔女というふうに言われていました。まあ、ルシファーの妻ですけどもね。まあ、人間を改造したルシファーの妻ですから、キリスト教側から見れば魔女ということになるわけですね。この三本指に注意してください。実は、ダヴィンチは他にもこの三本指の女性を描いています。それをこれから皆さんに紹介しますが、この三本指、注意してくださいね。いわゆる魔女です。悪魔中の悪魔ということになりますね。これはダヴィンチ自身が書いたと言われています、受胎告知です。この受胎告知のフクロウの置物の下にマリアの足が隠し込まれています。この赤い丸のところを見てください。ジュータンの下からペロッと三本指の爪のある、マリアの足が外に出ています。この三本指の足と、そしてリリトの足を比べてみてください。すなわち、ダヴィンチはこういう形で、マドンナはリリト、魔女であることを示したわけです。ここでも同じ、まあ、コンセプトで作られているということですね。まあ、ついでながら言いますと、上の二人の、まあ、ガブリエルと二人足して、一人の魔女ってことになります。1たす1は1の、まあ、ダヴィンチ独特の手法ですね。そしてこれが右がですね、システィーナ礼拝堂の、ミケランジェロの解体ですけども、ここにやはり三本足の女性、これ女性ではありません。男性が人が描かれています。赤い服を着ているから女性だなんて思っちゃいけませんよ。まあ、システィーナの礼拝堂にはみんな逆転してますから。で、三本足ですね。そして組み合わせ方によってはこれ三通り考えられるんですけどもね。まあ、一応二通りここで紹介しますと、こういう足の組み合わせがあるわけです。そして向かって一番左の足が注意深くご覧ください。この足は骨がむき出しになっていて、
漏れていて、中から骨髄液が漏れています。右は、まあ、イラストですけども、正確に描いた、まあ、骨髄ですよね。それが、まあ、こういう形で表現されているということです。なあち、ダヴィン、ミケランジェロですね、ダヴィンチの絵をもじって、こういう絵を描いたと思われます。三本足ですね。で、向かって左のダヴィンチの絵もですね、これ二本足ですけども、見方によっては三本足にも見えるということで、ミケランジェロはからかったんじゃないかと思います。そしてこれは森本聡さんが発見なさったんですけども、後ろの男性は一見優しい若い男に見えますけども、これも隠し絵手法で、実はこの向こうに不気味な、まあ、何かが、まあ、人の顔が描かれているということですね。こういう形で、まあ、ミケランジェロも隠し絵を仕込んだというわけです。まあ、こういうふうにして考えてみますと、まあ、左と右がですね、同じコンセプトで描かれているということですね。そして、衣服の色は全く同じですね。ややまあ、まあ、なんて言いますか、色が褪せているっていう感じはしますけども、コンセプトは同じですね。赤い服です。そして、この、金色の衣服がですね、右の人物の袖になっています。この腕を見てください。これは女性の腕ではありませんね。そして、胸がありません。いや全くフラットです。なあち、この人は、右の人も男性だということですね。まあ、こういう形で、ミケランジェロ、ミケランジェロの方法で、まあ、ダヴィンチを攻撃したわけですね。まあ、壮絶な戦争が続けられていたと思いますよ。そしてこの人は、今言いましたように、一見女性に見えるかもしれませんけども、胸がない点。そして手の方を見てください。先ほど言いましたように、エンジェルの足の方に毛が生えてましたね。同じようにこの手もですね、途中から毛が生えているように見えます。そして左はこれ一見女性に見えるかもしれませんけども、ちゃんとついているものがついています。皆さん自身で確認してください。この人もそうですね。一見女性に見えるかもしれませんけども、優しい顔してますけども、体はごっつい体してますね。そしてやはり男です。この人も一見女性に見えるかもしれませんね。優しい綺麗な顔してますけども、やはりついているものがついています。システィーナ礼拝堂の、まあ、人物はほとんどと言います。すべてがと言ってもいいでしょう。男と女が逆転しています。そこに注意してください。で、もう一度、岩窟の聖母の話に戻ります。これがエンジェルですね。この人は男なんですよ。これはまた別のところで証明しましたので、またそちらをご覧になってください。で、これがミケランジェロの描いた右が絵ですけども、大変綺麗な優しい顔してますけども、まあ、ちょっと角度が違いますから比較しにくいところありますけども、この両者は同じ、まあ、人物と見ます。で、この前後に、まあ、右のね、七時の礼拝堂、この人はあるものが見えませんので、まあ、男とも女とも判別できませんけども、この人も男なんですね。一見ちょっと胸が大きいから女性に見えますが、さらに驚くべきことに背中に注意してください。背中にはレプタリアン独特の、って言いますか、の特徴である、ヒレが書き込んであります。これも、まあ、林博士が発見したことです。で、こういう形でヒレが書き込んであります。注意深くご覧ください。ミケランジェロはこういう形で、まあ、この人が男であり、かつレプタリアンであり、そして、ダヴィンチの書いた岩窟の聖母のこのエンジェルも男であり、レプタリアンであることを、まあ、証明したわけです。そして右の人物はですね、よく見ますと皮膚がぼやーっとしてますね。これはラファエルも同じ手法で書いてますけども、まあ、新品がめくれているレプタリアンを表現するときには、皮膚をぼやーっとして表現するわけですね。注意深くご覧ください。二重になってますね。左下、ここですね。二重になっている。すなわち、皮膚がめくれる。いわゆるまあ、レプタリアンであるということを示したわけです。そしてこの腰のライン見てください。これは絵の描きムラかなというんじゃなくて、きちんとこういうふうに皮膚がですね、二重になっていることを示しているわけです。まあ、こうして、ミケランジェロは、まあ、いわゆるその岩窟の聖母のエンジェルがですね、男であり、まあ、なんて言いますか、レプタリアンであることを示しました。同じようにこれ蛇が書いてあるんですね。この蛇の模様に注意してください。一番下ね、左の下。で、このような形でダヴィンチは、まあ、コブラを書いたわけですから、右もそのような同じ手法でですね、これロンドン版で見ますとちゃんと鱗が書いてありますから、また興味のある方は私の別のビデオを見てください。ロンドン版も検証しています。そしてこれがヘビなんですね。なあち、まあ、ダヴィンチはこういう形で右のマドンナが、ヘビと、まあ、大蛇と関係あるかと示したわけです。で、この、まあ、エンジェルに戻っていますが、もう一つ確認してくださいね。まあ今日の2番目のポイントということになりますけども、このエンジェルの
まあ、姿勢ではですね、座ることはできません。皆さんもこの姿勢で座ってみてください。頭が前へのめりすぎてますね。で、エンジェルは自分の左手で支えていることになりますけども、エンジェルの手はですね、ヨハネの背中に軽く触れている程度です。これでは支えきれません。このままでは、せーんと前の方へつんのめってしまいます。皆さんも自分でこの姿勢を作ってみてください。腰から下はまっすぐ立ってるんですよ。そして前かがみになってるんですよ。この姿勢では自分の体を支えることできません。これは軽く触れているだけってことはわかりますね。指が伸びています。すなわち、この姿勢では支えることはできない。すなわち、ダヴィンチはこういう体であったということを間接的に示しているわけです。すなわち、ラミアだということですね。ここでも1たす1は2、1の、まあ、絵の手法を使っています。1たす1は1ですね。受胎告知も1たす1イコールで、マリア、すなわち魔女であることをダヴィンチは示しています。ここでも1たす1は1の絵の手法で書いています。ラミア、もう一度繰り返しますと、子供を食用とする、まあ、魔女中の魔女ですね。そして、妻、リリトのことである。だから足も書いてありましたね。これについて、ミリリューさんがですね、大変興味深いことを発見してくださいました。ラミアという文字を並び替えますと、マリア。R と L と発音がやや変わりますけども、まあこれ英語にしたためにこうした違いが出たものと思われます。ラミアを並び替えると、マリアになるということですね。すなわち、まあ、ラミアイコールマリア。実際にラミアのヘブライ名はマリアです。になっています。そして、まあ、イエスの、まあ、マリアとなったわけですね。この岩窟の聖母には以上のように大変恐ろしい意味が含まれているということですね。まあ、アンユージュアルって冒頭で言いましたけども、ありえない、まあ、なんて言いますか、背景ということになります。そこでもう一つ皆さんに今日は重大なことを話しておきます。岩窟の聖母。これは岩窟に見えますか、皆さん。これは岩窟ではありませんよ。これは水の中なんです。まあ、ここの部分をちょっと拡大してみますと、それがわかります。まあ、水の表面の独特の波といいますかね、泡立ちが見えます。注意深くご覧ください。まあ、これは水の表面ですね。バチャバチャバチャっとこう水がですね、さざ波が立っているところを表現してあります。で、注意深くところどころ水のね、濃いところ、薄いところがあって、背景の岩が薄いところありますね。この、矢印の左の矢印のところに特に注意してください。この部分ですね。このように、まあ、色んど書いていますと、この、まあ、岩がですね、マリアの体がですね、水の中にあることがわかります。私が着色したわけありませんよ。色んど上げただけですよ。そして、その証拠がもう一つあります。ここを見てください。ここを見てください。ここを見ますと、これが水の中であることがわかります。水面に浮かぶ、まあ、葉っぱというか花が描かれています。この花には茎がありません。そして根もありません。葉っぱもありません。上に映っている花がですね、水面に映っていることを表現したものです。ご自身で判断してください。林浩司の思い過ごしだとか、思い違いだとか、ね、そんな風に批判なさる前に、ご自身で判断してください。すなわち、この花はですね、水面に浮かぶ、まあ、花模様であるということですね。映るですね。水面に浮かぶ花模様であるということになります。まあ、それはおまけです。まあ、この絵はですね、まあ、岩窟じゃなくて、まあ、私なら水中の聖母というふうに名をつけます。とてもこの話は恐ろしい話でしたね。と同時に、この絵は大変恐ろしい絵であるということを皆さんに今日は説明しました。最後までお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。Bye for now. When we say Jesus Christ, it indicates that there were two Jesus Christ. One is Jesus who was crucified on the cross, and another one is Christ who was real Christ, the Son of God. Then Leonardo, along with Michelangelo, or these two puppet artists of Jesus Christ, after 1500 years in the Renaissance, painted these two Jesus Christ in his masterpiece, one with mustache and another one without mustache. I mean here that Jesus with mustache was a proxy, and Christ without mustache was real Christ. Real Christ was
biblical Cain, who was punished with a sign when he murdered Abel. No hair in his face was its sign for Cain, recognizable by everyone. Leonardo left us his message about this in his painting, Baptism of Jesus. Here I, Hiroshi Hayashi, can show you its evidence and proof. 私たちがイエス・キリストというときは、二人のイエスを意味します。一人は十字架で処刑された替え玉イエス、そしてもう一人は本物のイエス、つまりキリスト。ルネサンスの時代に現れた1500年後のイエスは、ダヴィンチ、ミケランジェロなどの芸術家を通して、これら二人のイエスを正確に表現し分けました。一人はヒゲのあるイエス、これが替え玉です。そしてもう一人はヒゲのないイエス、つまりキリストです。本物のイエス、つまりキリストは、聖書でいうところのカインでした。そのカインは兄アベルを殺害したため、その罰として誰が見てもすぐわかるサインを顔につけられました。それがヒゲだったわけです。ヒゲはあの時代男のシンボルでした。だから本物のイエス、つまりキリストにはヒゲがありませんでした。そしてその事実をダヴィンチは1+1=1の原則を使い、イエスの洗礼の絵の中で私たち人間にメッセージとして残しました。以上の事実をこの動画の中で証拠を添えて証明します。広島市浜松シティジャパン。1500年後のイエスはルネサンスの時代にミケランジェロなる画家を通して私たち人間に重要なメッセージを残しました。ミケランジェロが描いたとされるカッシナの戦いの絵です。この絵の中に775027という数字を隠し込みました。おそらくミケランジェロ自身もこの数字には気がつかなかったものと思われます。775027です。つまりこの775027をヘブライ語のゲマトリアで読むと、キリスト、聖書のカインとなります。ここが重要です。つまり1500年後のイエスは自分の正体をこのような形でこの絵の中に書き込んだというわけです。77 Christ、 50 Biblical、 そして27はカインです。そしてこれらの単語を並べると、キリストは聖書でいうところのカインであるとなります。つまりアベルとカインのカインです。兄アベルを殺害したカインです。そしてそのカインを同じくミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画の中に描いていました。左からアダム、イブ、そして中央がリリトとなっていますが、セントジェロームの翻訳したラテン語の聖書の中ではラミアとなっています。つまりマリアのことです。そしてその右がカイン、そしてその右が妻のアワンということになります。ここにカインが表現されています。そのカインが、つまり聖書で言うカインがキリストであるということになります。そして壁画です。最後の審判と言われている壁画です。この中央にいるのがキリストです。やはり同じように下に隠し文字の形で77が描かれていました。77、つまりヘブライ語のゲマトリアによればキリストという意味です。この中央にいるのがキリストということになります。顔を比較してみてください。年齢差はありますが同じ顔です。
左はカイン、右はキリストです。カシナの戦いのメッセージによれば、キリストは聖書でいうところのカインとなります。そしてカペラ・システィーナの中で最もよく知られた絵といえば、この絵ということになります。カペラ・システィーナの天井画の中心部にこの絵が描かれています。神が自分の姿に似せて作ったアダムに今まさに命を与えようとしているというふうに説明されています。つまり、右が神で、左がアダムというわけですが、左の人物はこれはアダムではありません。で、このアダムと先ほどの最後の審判の中に描かれているキリストの顔と比較してみます。これはキリストです。77という数字が隠し込まれていました。このキリストと先ほどのアダムの顔と比較してみます。やや角度は違いますが、違いがないという点で、これら両者は同じ人物、つまり左がキリストですから右もキリストということになります。繰り返します。右の人物はアダムではありません。繰り返します。右の人物はアダムではありません。こうして比較してみると、顔というのは違いがないという点で同じと判断します。ともあれ、左がキリストとなると、右もキリストということになります。ともにひげがない点に注意しておいてください。ここまでのポイントを整理しておきます。カインとキリストです。そしてキリストです。右はアダムと言われてますけども、アダムではありません。キリストですが、それは今日のポイントではありません。ともかくも、カイン、キリスト、ミケランジェロが描いたとされるカシナの戦いの絵の中では、キリストというのは聖書でいうところのカインとあります。そして右二つは顔でつながります。皆、ひげがない点に注意してください。つまり、カイン、本物のキリストには、イエスにはひげがないということです。これが、カインに与えられた印ということになります。カインは兄アベルを殺した罰により顔にサインをつけられます。誰が見てもわかるサイン、つまりひげがないというサインです。では処刑にされた替え玉イエスはどうであったか。ダヴィンチが最後の晩餐と言われている絵を書き残しています。この中央に座っているのが替え玉イエスです。絵が不鮮明ですからはっきりはしませんが、拡大してみるとひげらしきものがあるのがわかります。顎ひげですね。英語風に言えば口ひげということになります。で、そのスケッチ画が残っていました。で、そのスケッチ画を見るとですね、まあ顎のところに細いですけどもひげがあるのがわかります。つまり替え玉のイエスにはひげがあったということになります。注意深くご覧ください。拡大してみました。ここにひげがありますね。で、この処刑されたイエス、つまり替え玉イエスにはひげがあるということになります。中央が最後の晩餐の絵の中に描かれているイエスです。そしてもう一枚、イエスの洗礼です。この中央に立っている人物が替え玉イエス。向かって右に立っているのがヨハネということになっていますが、これが本物のイエスです。後で説明します。そうして並べてみるとですね、処刑された替え玉イエスには皆共通してこのような薄いひげがあるのがわかります。中央のイエスにもひげがあるように見えますと言いますか、ひげがあると判断してよいのではないでしょうか。
つまりミケランジェロもダヴィンチもこのような形でひげのあるイエスとひげのないイエスを正確に表現し分けています。さらにダメ押ししておきます。18世紀にジャコム・ラファエリがその最後の晩餐の絵を模写していました。その模写したモザイク画の中のイエスにはヒゲがあります。皆さん自身でしっかりと確認しておいてください。つまり替え玉イエスにはヒゲがあったということになります。ここで一つ重要なことを補足しておきます。ミケランジェロです。ミケランジェロが描いたイエス・キリストの顔ということになります。そしてダ・ヴィンチはイエスの洗礼の絵を描き残しています。ヴェロッキオとの合作と言われていますが、その絵の中の向かって右側の人物に注意してください。この人物はバプティストのヨハネと言われていますが、そのヨハネの顔は下の3人と一致しています。細かい点を注意深くご覧になってください。つまり上のヨハネと言われている人物は実はヨハネではなくてイエス・キリスト自身であったということになります。まあ、このように部分的にですね、上下対照させてみるとそれぞれがそれぞれの顔と一致しているということです。ということは上の、繰り返しになりますが、ヨハネと言われている人物はイエス・キリストということになります。上は一応ダ・ヴィンチが描いた絵ということになっています。下は一応ミケランジェロが描いた絵ということになっていますが、これらはもともとは一人の画家、つまり1500年後のイエスによって描かれた絵ということになります。そして下3枚を足して3で割ったのがヨハネの顔イコール、実はこの人物はキリストであったということになります。ではどうしてヴェロッキオとダ・ヴィンチは2人のイエスを描いたかということになります。それを説明する前にもう一度この事実を確認しておいてください。中央にいるのが替え玉イエス、そして向かって右側にいるのが本物のキリストということになります。替え玉イエスの顔にはヒゲがあります。しかし本物のキリストの顔にはヒゲがありません。がなぜここで2人のイエスをベロッキオとダ・ヴィンチが描いたかということです。がこの手法はダ・ヴィンチは他にもいろいろな場面で使っています。よく知られた受胎告知の絵です。この受胎告知の絵の中ではやはり2人の人物を描きながら1人の魔女、すなわちストリックスを表現しています。ローマ時代には最も恐れられた魔女と言われています。ストリックスです。ストリックスについて補足しておきます。ラファエロ・サンチです。ラファエロ・サンチもまた1500年後のイエスの操り人形芸術家でした。そしてこんな絵を描き残しています。この絵の中に魔女が描かれています。向かって左側から2番目の人物がその人物です。足の部分に注意してください。3本指の足が描かれています。つまりストリックス、魔女ということになります。ラファエロはこの絵を通してここに描かれているのはマリアであると表現しています。その証明は別のところでしましたから、またそちらをご覧になってください。ともかくもここに3本指の魔女、すなわちストリックスが表現されているということです。そして同じ足をダ・ヴィンチが受胎告知の絵の中で表現しています。右が一応マリアということになっています。左は天使です。このマリアの足に注意してください。足元に注意してください。この丸の部分です。
絨毯の下から三本指の足が飛び出ているのがわかります。隠し絵、騙し絵の方法でダヴィンチはここに描かれている、まあ、右側の人物は魔女、すなわちストリックスであることを示しています。ストリックス、つまりフクロウということになります。まあ、このような形でダヴィンチの絵とそしてラファエロの絵が一致します。ストリックスです。一説によるとローマ時代、ローマで最も恐れられた魔女がストリックスということになっています。下は以前はリリトと解釈されていましたが、現在はイシュタール、ヘブライ名マリアということになっています。そのイシュタールの足も三本指です。このようにイシュタール、マリアの足とそしてラファエルの描いた絵、ダヴィンチの描いた絵とつながっていきます。共に三本指の足、魔女、すなわちストリックスということになります。そのストリックスのシンボリックな動物がフクロウということになります。イシュタールの左右にフクロウが描かれています。同じように受胎告知のこの置物もですね、見方によってはフクロウに見えるということです。そしてその右下に三本指の、まあ、魔女の足が隠し描かれています。もちろん by 林博士発見です。右下に注意してください。ただフクロウと言いましても耳房のないフクロウを言います。左端の下はですね、これは耳のあるフクロウということになります。一般にストリックスという時には耳房のないフクロウを言います。ですから右下のですね、ダヴィンチなる画家が描いたとされる受胎告知の中の置物にはその耳房がありません。つまりここに描かれているのはストリックスということになります。そしてその下にあの三本指の足が隠し絵の形で描き込んであります。でローマ時代にはストリックスというのは最も恐れられていたということですね。ストリックスとラミアは二大化け物のことを言うと、そういうことなんですね。そのストリックスが描かれているということですね。つまりローマ民話においてはヴァンパイアを意味し、特に幼児や子供を好むと、幼児や子供を好んで食べていたということです。でその絵がですね、このような形で表現されている。つまりここで表現されているのはですね、この二人の人物を足してそして2で割るとスリックスになるということになります。左の天使もこれは猛禽類の翼をしています。そして右のマリアと言われている人物の足からは三本指が覗いています。つまりここでも 1+1=1、 つまり2人の人物を足して1人の人物を表現しているということになります。ここが重要です。受胎告知の絵の中では2人の人物を足してそして1人の魔女、すなわちスリックスを表しているということです。そしてその手法は先ほどのイエスの洗礼の中で使われている手法と同じということです。さらにこんな例があります。ダヴィンチなる画家が描いたとされる岩窟の聖母ルーブル版です。中央にいるのが聖母ということになっています。そして右に座っているのが天使です。この場合も 1+1 は1人の魔女、すなわちラミアを表しています。中央の聖母の下半身は大蛇です。そして右の天使の背中の部分は尻尾ということになります。ここでもやはり 1+1 は1の手法を使って1人の魔女、すなわちラミアを表しています。岩窟の聖母イコールラミア説 by 林博士について補足しておきます。
この岩窟の聖母の下半身に注意してください。この岩窟の聖母の下半身はそのままその後ろ側にある岩とつながっています。胸のところの模様、風合い、様子と後ろの岩が一致している点にも注意してください。これも隠し絵の一つということになります。このような形でレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して1500年後のイエスはここに描かれている人物はラミアであることを示しています。なおラミアとマリアはアナグラムになっています。文字を入れ替えてできた言葉だということになります。ラミアを並び替えますとマリアになるということです。そしてそのラミアは現代アートの中でも様々に表現されています。ラミアは魔女中の魔女であり、人間の子供を好んで食していたということになっています。そうしたラミアも表現されています。右の絵がそれです。そして左のラミアも腕に赤子を抱えています。つまり餌の子供ということになります。そして先ほどの岩窟の聖母の絵の中では 1+1=やはり1の手法で一人の魔女ラミアが表現されていたということになります。右の天使の背中の部分はですね、切れていますから分かりませんが、長い尾を引いた大蛇になっているものと私林氏は判断しています。それについてもまた別のところで証明しました。以上ですが、ダ・ヴィンチが使った1+1=1の手法を皆さんにも理解していただけたものと思います。つまり1500年後のイエスはレオナルド・ダ・ヴィンチという画家を通して 1+1=1 の手法で、実は二人の人物を合わせて一人の人物を表しているという、手法を使ったということになります。イエスの洗礼の絵の中の中央のこの人物は替え玉のイエス、処刑されたイエスということになります。そしてその右に立っているのはヨハネではなくて本物のクライスト、すなわち救世主ということになります。そして同じ手法が受胎告知の中でも使われているということですね。1たす1イコール
一、すなわち二人の人物を合わせて一人の魔女、すなわちフィスリックスを表しているというわけです。そして岩窟の聖母の中でも二人の人物、聖母と天使を足して一人の魔女、すなわちラミアを表しているというわけです。同じように一番上、二人の人物を合わせてですね、替え玉イエス足す本物のキリスト、合わせてイエス・キリストになるというわけです。1足す1イコール1というわけです。で、この絵の中に表現されているのは実は替え玉のイエスと、そして本物のキリストということになります。 Bye for now. Wikipedia English writes about Guernica as follows. The painting was created in response to the bombing of Guernica, a Basque country village in northern Spain, by Nazi Germany and fascist Italian warplanes at the request of the Spanish nationalists. Upon completion,Guernica was exhibited as a Spanish display at the Paris International Exposition in the 1937 World's Fair in Paris, and then at other venues around the world. The touring exhibition was used to raise funds for Spanish war relief. The painting became famous and widely acclaimed, and it helpedbring worldwide attention to the Spanish Civil War. パブロ・ピカソの代表作でもあり、最もよく知られた作品がゲルニカです。ゲルニカというのは、ナチス・ドイツ、イタリアおよびスペインの国粋主義者たちに爆撃され破壊されたスペイン北部のバスクの田舎の村の名前です。その爆撃を題材にして、繰り返します、その爆撃を題材にして描かれたのがそのゲルニカと呼ばれる絵ですが、その絵は1937年にパリで開かれた万博会場並びに世界中で公開され、それによってスペイン内戦は広く知られることになり、同時に世界中から救済資金が集まったと言われています。が、あのゲルニカは本当に爆撃されたゲルニカをテーマにして描かれた絵なのでしょうか。もしそうなら、ピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。繰り返します。もしそうなら、ピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。つまり、何の絵であるか知らないまま絵を描かされ、ゲルニカとして発表してしまった可能性があるということです。というのも、その絵の中には私、林浩が発見し、林浩しか知らない事実がその絵の中に隠し込まれていたからです。つまり、ピカソも1950年後のイエス自身であった可能性がぐんと高くなりました。その証拠と証明、広志林浜松シティジャパン。ある著名な美術評論家は次のように書いています。白黒で表現された一面
モノクロームのキャンバスには人間のような目を持った闘牛の頭、その下には空爆の犠牲となった子供を抱えて泣き叫ぶ母親、狂ったように叫ぶ馬、天を仰ぎ救いを求める者など、逃げ惑い苦しみ叫ぶ人々や動物の様子が描かれている。左下で倒れている人物はピカソ自身であるという。なお闘牛や馬が意味するものとしては、牛をファシズム、馬を抑圧された人民とする解釈や、牛を人民先生、馬をフランコ主義とする解釈などもあるようだと。が本当にそうでしょうか。順に解説してみます。では林博士方式でこの絵を検証してみます。まず気がつくのは、中央上やや左寄りにある奇妙なこの模様です。これは何かということですけども、私はこれを目と判断しました。目の下から14本の光線が出ている点に注意してください。右はフリーメイソンのシンボルマークです。で、この目のような模様の下からも14本の光線が出ているのがわかります。14、つまり 7×2、 7はフリーメイソンの神聖数です。ミトラ教の神聖数です。さらに言えばプロメテウスの神聖数ということになります。 7×2 です。ここを確認してください。ラーの腕もやはり7本です。それから自由の、まあ、女神像と言われている像ですけども、光線が7本です。このように7、7、7でつながっていきます。つまりこのような形で、つまり目を描き14本の光線を描くことによって、パブロ・ピカソは自身がフリーメイソン、もしくはその上位団体のイルミナティのメンバーであることを示しました。その証拠がもう一つ描かれています。中央に、まあ、ドアのようなものが描かれています。私はこれをドアと判断しました。そのドアの向こうから一人の人物が腕を伸ばし、その手の先にトーチを持っています。このトーチに注意してください。トーチです。ランプで表してありますけども、トーチを模したものと私林博士は判断しました。右が自由の像のトーチですね。中央がそれを拡大したものです。比較してみてください。こうしてパブロ・ピカソは自分自身の立場を明確にしたということになります。プロメテウスの目、そして14本の光線、そしてこのトーチがその証拠ということになります。では左下の人物は誰なのでしょうか。どこかの美術評論家が言っているように、ピカソ自身なのでしょうか。答えはノーです。中央に馬が描かれています。馬に踏みつけられています。この構図はダヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いの中の絵に表現されている構図と同じです。アンギャリの戦いの中に描かれている右の丸の中の人物はイエス・キリスト自身です。頭からは血を流しています。そして馬に踏みつけられています。構図が同じです。頭の周りを見てください。血が流れ出ています。これは血を表しながらも、実はハロー、つまり降臨を、まあ、模したものだと判断しています。これは森本聡さんという方が教えてくださいました。そしてこの人物がイエス・キリストであるという証拠は、この人物の左の手の甲を見ていただくとわかります。そこには聖痕が描かれています。こうして1500年後のルネサンスの時代に現れたイエスは、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前の操り人形芸術家を通して、そしてアンギャリの戦いの絵の中に替え玉で処刑されたイエスを描き込みました。頭からは血を流す、その血が降臨をかたどっています。そして左手の甲には聖痕が描かれています。そしてその同じ構図が
ピカソの絵の中にも表現されているということですね。右のような事実を知っていて、そして動画で発表したのは2012年以後の林浩司ということになります。ピカソが知る由もなかった事実ということになります。左下のピカソの絵の中に描かれている人物がピカソなどではなくてイエス自身だということは、その絵の中にその証拠が残っています。この人物の手のひらを見てください。ここには五芒星が描かれています。つまりこのような形で聖痕を五芒星に隠してピカソが描き込んだということになります。わかりやすく言えばシンボライズされた聖痕ということになります。つまり左下の人物はイエス・キリストということになります。繰り返しますが、パブロ・ピカソは聖痕を五芒星で表現したということになります。でもう一度繰り返します。パブロ・ピカソのゲルニカです。左下にいるのはイエス・キリストです。馬に踏みつけられています。その構図はアンギャリの戦いの中に描かれているイエスと同じ構図です。アンギャリの戦いの中にそのような隠し絵が仕込まれていたことを発見し、動画で発表したのは私、林浩司です。それ以前には誰も知る由もなかったことです。さらにここに牛が描かれていますが、闘牛の牛だそうです。とんでもない。これは闘牛の牛などではありません。これはミケランジェロがカペラシスティーナの天井画に描いた絵ですけども、その絵の中にノアと3人の息子の絵があります。左上に注意してください。ここには馬と牛が描かれています。牛といえば延期を表すシンボリックな動物ということになります。馬はその息子のマルドックであると私は考えていますが、今のところまだ仮説の段階です。ともかくもここに牛が描かれています。牛は延期です。延期のシンボルが牛です。つまりここに描かれているのは神々であるということになります。ではその牛の下の人物、今丸で囲んだ部分の人物は誰かということですけども、女性と赤子のようです。右はシュメールのイナンナです。またの名をイシター、そしてヘブライ名をマリアと言います。中央はラファエロの描いた聖母子の絵です。それと同じ構図でパブロ・ピカソの中に母と子が描かれています。つまりここに描かれているのはマリアということになります。そして赤子の目を見ていただきたいんですけども、白目で描かれています。死んだ子供の目ということになります。マリアは人間の子供を食していました。つまりここに描かれている人物たちはですね、ゲルニカの空爆の下で逃げ惑う人々を描いたものではなくて、つまりは神々の世界を描いたものだということです。順に左からゲルニカを見てみます。延期、つまりプロメテウスです。そしてその下にいるのがマリアとその餌の子供ということになります。そしてその下にいるのが替え玉のイエス・キリストということになります。上に表現されているのがいわゆるフリーメイソンのシンボルマーク、そしてここに描かれているのがあえて言うならばマリアンヌということになります。フランス革命で活躍したマリアンヌです。松明を掲げています。そして右にいるのが、もがき苦しんでいる人間ということになります。この絵の構図はそうなっています。パブロ・ピカソ自身はこんな絵を描きながら、あるいは正確には描かされながら、多くの美術評論家の解釈に対して次のように反論しています。引用 PBS Treasures of the World より、お牛はお牛だ、馬は馬だ、もし私の絵の中のものに何か
意味を持たせようとするなら、それは時として正しいかもしれないが、意味を持たせようとするのは私のアイデアではない。君らが思う考えや結論は私も考えつくことだが、本能的に、そして無意識に、私は絵のために絵を描くのであり、物があるがままに物を描くのだ。繰り返します。君らが思う考えや結論は私も考えつくことだが、本能的に、そして無意識に、私は絵のために絵を描くのであり、物があるがままに物を描くのだと。つまりパブロ・ピカソ自身もどうしてこんな絵を描いたのか分かっていなかったということになります。つまりその事実こそがですね、もっと言えばこのピカソ自身の反論そのものがですね、パブロ・ピカソもその絵を誰かによって描かされたという証拠になるのではないでしょうか。 Bye for now. Wikipedia English writes its story about the Manchester Madonna byMichelangelo Buonarroti as follows. The Madonna and Child with St. John and Angels, 1497, also known as the Manchester Madonna, is an unfinished painting attributed to Michelangelo in the National Gallery, London. The painting's attribution to Michelangelo was in doubt for much of the 19th and 20th centuries, but now most scholars are in agreement. The work first came to public attention in the Art Treasures exhibition in Manchester in 1857, hence the title The Manchester Madonna. Like other Renaissance paintings of the Madonna and Child, which include John the Baptist, the subject arises from a non-biblical tradition that Virgin Mary and the Child Jesus met Christ's cousin, St. John the Baptist, on the Holy Family's flight into Egypt. The Virgin is depicted with one breast bared, as if she has recently been suckling her infant son. This recalls the theme of the virgin breastfeeding common in medieval painting. I, Hiroshi Hayashi, have a quite different idea and translation of this painting, which might change the whole history of fine arts of the world. ミケランジェロが描いたとされるマンチェスターの聖母です。ウィキペディア百科事典は次のように書いています。未完成の部分があるため未完の大作と言われています。1497年の作です。当初この作品はミケランジェロのものであるかどうか疑われていましたが、19世紀か20世紀になりミケランジェロの作品と学生たちは同意したそうです。で、こうした聖母子の絵の中にバプティストのヨハネが描かれるようになったのは、聖母とイエスがエジプトでヨハネに会ったという説話によるものですが、マリアの胸が開いているのはイエスに授乳をしたためと思われます。またこの絵が基本で聖母でも授乳をしたという話が一般的になったと言われていますが、本当にそうでしょうか。こんな通り一遍の説明だけで済ませてよいものでしょうか。が、この絵の中には大変な謎が隠されていました。世界の絵画の歴史を一変させるような謎です。それをこの動画の中で説明します。広志林
Hamama City, Japan. もう一度画面を見ながら最初から説明します。ミケランジェロ・ブラノーティが描いたと言われているマンチェスターのマドンナですが、この座り方に注意してください。マドンナの向かって左側の右足は太く描かれていますが、左足が描かれていません。左足のある部分に子供が割って入っているような感じで描かれています。右足はあるようですが左足が見当たりません。この白い丸で囲んだ部分あたりに、まあ、左足があるはずなのですけども、その左足が見当たりません。そして子供の足と比較してみるとですね、下の白い丸のところにマドンナの足があるはずなのですけども、その足が見当たりません。なぜでしょうか。衣服の下に隠れているといえばそれまでですが、その衣服もこれまた奇妙です。赤丸で囲んだ部分を拡大してみました。細かい部分が極めて精緻に描かれているのがわかります。膝のあたりも拡大してみました。注意深くご覧ください。極めて精緻に表現されているのがわかります。これは何の模様なのでしょうか。これは衣服なのでしょうか、それともということになりますが、私は何か蛇もしくはトカゲの皮膚のように見える、あるいは皮膚に似ていると思いました。で、蛇の皮と比較してみることにしました。そして右は実際の蛇の皮の写真です。大変よく似ているのがわかります。まあ、左中央の方がですね、さらに細かいということになるのでしょうか。つまりこのマドンナがまとっている衣服はですね、まあ、蛇もしくはトカゲの皮のような衣服ということになる、あるいはなるんでしょうか。私の説がですね、決していい加減な思いつきでないことはですね、この矢印の部分を見てくだされば分かっていただけると思います。矢印の部分を拡大してみました。この若い女性、まあ、女性ではないということになりますけれども、この人の背中を見てください。背中から鱗のようなものが吹き出ているのが分かります。つまりこのような形でミケランジェロ・バナノティはですね、ここに描かれている人たちが普通の人間ではないということを表現したと私、林浩司は判断しています。さらにダメ押しということになりますが、向かって右側の人物に注意してください。向かって右側の人物は手に何かを持ってそれを見つめています。手に持っているのは何かということですけども、普通に考えれば手紙ということになりますが、どうもこれは手紙ではないように見えます。その証拠にこの手紙と思われるものの左下の部分を見てください。くるっと何か巻いているように見えます。私、林浩司はこれを皮、めくれた皮と判断しました。めくれた皮です。なぜめくれた皮であるかについてはこれから説明しますが、つまりは中央にいるマドンナが人間ではないからです。となるとマドンナは何かということになりますが、それについては少し回り道をしなければなりません。マンチェスターの聖母はミケランジェロ・ブアノルティの作です。これはレオナルド・ダ・ヴィンチの作です。レオナルド・ダ・ヴィンチの岩窟の聖母、ルーブル版です。この岩窟の聖母の中に描かれている聖母は人間ではありません。
上半身が人間、下半身が大蛇、魔女の中の魔女、子供を食べる魔女、ラミアです。この岩窟の聖母の中の聖母の胸と後ろに描かれている岩を比較してみてください。色使い、風合い、感じ、全く同じです。ということは、聖母の体は一体として後ろの岩につながっているということになります。つまり、ここに描かれている聖母は人間ではなくて、下半身大蛇の魔女ということになります。それについては、この動画の後に続けて皆さんに説明します。ともかくも、この岩窟の聖母の中に描かれているマリア、すなわち聖母はラミア、下半身大蛇のラミアであるということです。つまり、このような形で1500年後のキリストはレオナルド・ダ・ヴィンチという代理人を使ってマリアは魔女であることを表現しました。で、結論ということになります。マンチェスターの聖母 by
ミケランジェロです。向かって左側の右足を拡大してみました。そしてその足と岩窟の聖母の中に描かれている天使と言われている人物の背中部を比較してみます。キー枠で囲った部分に注意してください。拡大してみます。ここが今日のこの動画の大切なポイントということになりますから、皆さん自身の目でしっかりとご確認ください。左はミケランジェロ、右はダヴィンチですが、この両者の表現の仕方は酷似しています。赤い線で今ラインをかけていますけれども、赤い線を中心にして比較してみてください。酷似しているのがわかります。で、これをどう判断するかですけども、特にこの部分ですね、同じように表現してあるということです。まあ、画家について言うならばですね、一人の画家の癖がですね、同じように現れているということになるのではないでしょうか。左はマンチェスターの聖母の聖母の足です。右は岩窟の聖母の中の天使の背中部です。つまりこの両者は私は同じと判断しました。上半分が丸っぽくて下がラインで構成されています。で、足を見るとですね、共に足が表現されていません。まあ、岩窟の聖母の方はですね、三本指の、まあ、魔女が表現されています。ともかくも左のマンチェスターの聖母には足が表現されていません。で、私はこの両者はラミアであると判断しました。つまりマンチェスターの聖母の中に描かれている聖母は下半身大蛇のラミアであると判断しました。もう一度確認のために皆さん自身の目でしっかりと見てください。つまりこの岩窟の聖母の中に描かれている人物はですね、この姿勢ではバランスを保つことができず前に倒れてしまうはずです。そのバランスを保つにはですね、後ろにこのような大蛇のような体がないと無理だということになります。そしてマンチェスターの聖母です。岩窟の聖母です。右の聖母が岩窟の聖母がですね、ラミアですから、同じように考えて左の聖母も私林博士はラミアであると判断しました。で、その証拠は最初に示しましたようにいろいろな部分に現れています。つまり右はラミア、左もラミアということになりますが、右はダヴィンチの作品です。左はミケランジェロの作品です。作家と言いますかね、画家が違うのにこのようにコンセプトが同じということは、これらの2枚の絵画はもう一人その上の誰かによって描かれたということになるのではないでしょうか。分かりやすく言えばですね、ミケランジェロもダヴィンチも、つまりは1500年後のカイン・キリストの代理人でしかなかったということになるということです。改めて先ほどのダメ押しを繰り返します。マンチェスターの聖母です。その聖母の衣服はこれは普通ではありませんね。で、同時に2人の女性らしき人物が手紙のようなものを読んでいます。それを拡大してみました。で、この両者右上下を比べてみるとですね、大変よく似ているというよりもですね、同じであることがわかります。細いラインがいっぱいといいますか、無数に走っている点に注意してください。ひび割れの表現の仕方も同じです。で、この両者を比べてみるとですね、やはり下のこの二人の人物が読んでいるように見えるそのものはですね、つまりは手紙のようなものではなくて衣服、もしくは衣服そのものがですね、皮膚をまあ表現したものと考えるならばですね、二人の女性らしき人物は皮膚を
調べているところということにもなるのかもしれません。ねえあなた、マドンナの皮膚ってツヤツヤしていて、それに分厚くて健康そうね。それにね、色も白いみたいね。とです。Bye for now. Maria in Virgin of the Rocks painted by Leonardo da Vinci is Lamia, a child-eating monster. Wikipedia English writes about Lamia as follows. Lamia in ancient Greek mythology was a woman who became a child-eating monster after her children were destroyed by Hera.Hera also afflicted Lamia with sleeplessness, so she would anguish constantly, but Zeus gave her the ability to remove her own eyes. Lamia was also used as a bogey word to frighten and discipline children.Maria in the painting ofVersion of the rocks is Lamia with a serpent-like body below the waist, and Lamia is an anagram of Maria or vice versa. As you see here now, please notice that Maria has a monster-like lower half body. It is a kind of a tricky art.That is to say that she is
half human and half serpent. But the question is this. Why did Leonardo da Vinci paint such a painting? Though she looks very beautiful and elegant, she is a monster in this painting, as a matter of fact. But why? Why did Leonardo paint Maria as a monster? The answer seems to be very simple. Leonardo da Vinci was anti-Maria in the Renaissance, or he was anti-Roman Catholicism for some reason. By the way, please have a look at the angel sitting next to Maria. She is a male, as a matter of fact, but it is not a point in this video for today. She or he has three-fingered foot, which indicates that she is also a monster as well. You can recognize three fingers, but another one is a white leaf. It is also a kind of tricky art as well. In this way, Leonardo shows us that Lamia is a child-eating monster, and these two boys in this painting may be her food to eat. Lamia is or was eating human children. In this way, Leonardo or Jesus after 1500 years let us know that these two people are Lamia in one, in which Leonardo teaches us don't judge people from its appearance, or don't judge God from its appearance. I, Hiroshi Hayashi, understand that this is a message from Leonardo to us humans. Anyway, ladies and gentlemen, this is a guidance video to prove these facts. Please do come to my website early and stay late with me to know more about another version of human history. I mean that there are more what we don't know than what we know now. You are always welcome to make a new adventure with me. Thank you very much for watching. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan.
This is a painting commonly called Manchester Madonna, which has been said it was painted by Michelangelo Buonarroti in the Renaissance. It is also called Madonna during breastfeeding. It is generally explained that this picture is breastfeeding Madonna, which is why Madonna's breast is bared. But is this explanation correct? I, Hiroshi Hayashi, have a completely different idea of thinking. In conclusion, this painting depicts Madonna with a breast skin peeled off. The evidence is that the two young ladies on the right are looking at the skin of Madonna in their hands. At first glance, you may think that two young ladies are reading something like a letter, but this is not a letter. Skin of Madonna. They are examining Madonna's skin. If you compare both, you can see that the skin of Madonna's breast is being examined by two young ladies. The evidence is that Madonna's nipple shape is precisely expressed on the skin. This is an important part of this video, so please check carefully with your own eyes. I understand that the curved skin accurately represents the female nipple. In other words, this painting is also a kind of tricky art. At first glance, you may think the lady in the center is Madonna, who is nursing her son. Also, you may think, at first glance, the skin in their hands looks like a letter, but it is actually Madonna's skin. However, this woman also shows that she is a type of lady whose skin is to be peeled off. In other words, Madonna is at least not human. The proof is the peeled off skin two young ladies are examining. But the mystery doesn't end here. Venus de Milo also seems to express the peeled off skin in a similar way. In other words, it may be that Venus de Milo is also not modeled on humans, but modeled on non-human intelligent life forms or an alien. Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. マンチェスターのマドンナです。別名授乳中のマドンナとも呼ばれています。一般にはこの絵は授乳中のマドンナであり、そのためマドンナの胸が表現されていると説明されていますが、本当にそうでしょうか。私、林博氏は全く異なった考え方をしています。結論を先に言えば、この絵画は胸の皮膚がめくれたマドンナを描いたものです。その証拠に、その向かって右側の2人の若い女性が手に持って調べているのがマドンナの皮膚だからです。一見すると2人の若い女性が何か手紙のようなものを読んでいるように見えますが、これは手紙ではありません。皮膚です。マドンナの皮膚です。その両方を比べてみるとそれがわかります。二人の若い女性が手に持っているのはマドンナの胸の皮膚です。その証拠に、その皮膚にはマドンナの
乳首の形が正確に表現されています。ここがこの動画の重要な部分ですから、皆さん自身の目でしっかりと確認してください。めくれた皮膚には女性の乳首が正確に表現されています。つまりこの絵画もまた騙し絵ということになります。一見すると中央の女性はマドンナであり、授乳中のマドンナということになります。また一見すると手紙のようにも見えますが、実際にはマドンナの皮膚ということになりますが、この女性もまた皮膚が剥がれるタイプの女性であることを示しています。言い換えるとマドンナは少なくとも人間ではないということになります。その証拠がその剥がれた皮膚ということになりますが、謎はここで終わるわけではありません。あのミロのヴィーナスもまた同じような手法でその剥がれた皮膚を表現しています。言い換えるとミロのヴィーナスもまた人間をモデルにしたものではなく、人間ではない知的生命体をモデルにしたものであるということになるのかもしれません。つまりエイリアンということになるのかもしれません。考えれば考えるほど不思議な彫刻、それがミロのヴィーナスということになります。ミロのヴィーナスの背中にはですね、剥がれた皮膚が表現されています。で、私は普通の彫刻、つまり大理石の彫刻のですね、表面がこのように剥がれるということはないと判断しています。つまりこの彫刻は人間のまだ知らない、いわゆるまあハイテク技術によって作られたと判断していましたが、しかしこの剥がれた皮膚がですね、つまりは意図的に人為的にまあ掘られた皮膚であるとするならば、納得がいくということになります。つまりこのような形でこのミロのヴィーナスもまた人間ではなかったということを表現したのではないかということになってきました。その手がかりを与えてくれたのがミケランジェロ・プラノティなる画家が描いたとされるマンチェスターの聖母ということになります。実はミケランジェロはもう一枚皮膚を剥いでいるマリアを描いています。その前に簡単に外堀を埋めておきます。これはアゴスティノ・フェニチアーノです。そのアゴスティノ・フェニチアーノが大変興味深い絵を描いています。右下の絵がその絵ですけども、この中には1502という数字が隠し込まれています。1502です。1がやや分かりにくいんですけども、1502すなわち15イナンナ・イシュタールの神聖数、そして20はシャマーシュの神聖数です。つまり左端にいる人物がイナンナ・イシュタールイコールマリアということになります。ついでですが、右下にいる人物20、つまりシャマーシュということになります。シャマーシュの神聖数は20です。イナナシタールとシャマーシュが組んで後のキリスト教なる宗教を立ち上げましたが、
これは今日のテーマではありません。左にいる人物がイナンナ・イシュタールイコールマリアということになりますが、このアグスチのヴェネツィアーノの描いた絵の中の人物と同じ人物をミケランジェロ・ブラノティが描いています。下はカッシナの戦いの絵です。赤枠で囲った部分に注意してください。どちらの絵が後先なのかは今日のテーマではありません。左はアゴスチのヴェネツィアーノの描いたイナンナ・イシュタール、つまりマリアです。そしてその人物と全く同じ人物をミケランジェロ・ブラノティがカッシナの戦いの絵の中に描いています。つまり右の人物もイナンナ・イシュタールイコールマリアということになります。そのマリアが腰から下の透明のような衣服のような、つまりは皮を剥いでいるのがわかります。つまりミケランジェロはですね、カッシナの戦いの絵の中で皮を剥ぐマリアを描いていたということになります。で、この動画の結論ということになります。マンチェスターの聖母です。授乳中の聖母だそうです。胸が開いているから授乳中というわけですが、この絵はそんな生優しい単純な絵ではありません。胸の部分の皮膚がめくられて、そしてその皮膚を右の2人の女性がエグザミニング、つまり調べているということになります。その証拠にその皮膚らしきもの、あるいは皮膚と断言して良いわけですけども、皮膚にはマリアの乳首が正確に表現されています。で、その皮膚をですね、2人の女性が調べているということになります。皮膚の色も一致します。やや灰色っぽい皮膚で表現されています。で、その乳首を皆さん自身の目でもう一度ご確認ください。左がマリアの乳首です。中央、右の方がですね、皮膚の上に表現された乳首ということになります。よく見ると乳輪もですね、同じように表現されているのがわかります。つまり2人の若い女性が持っているのはマリアの皮膚の一部ということになります。それをめくって調べているということになります。つまりマリアはこのように皮膚がめくれるタイプの知的生命体の神であったことを示しているということになります。つまりこれが1500年後のカイン・キリストが私たち人間に残した、まあ、伝言ということになります。もう一度比較してみてください。つまりここに表現されているのはマリアの胸の皮膚の一部が剥がれたものであるということになります。続く動画の中でこのマンチェスターの聖母がですね、一般に言われているような、あるいは一般に説明されているような絵ではないということを説明します。で、さらに一言付け加えるならばですね、ミロのヴィーナスということになりますが、以前より私はミロのヴィーナスの皮膚について大きな疑問を感じていました。大理石の像のその皮膚の表面部分だけが剥がれるように、まあ、剥がれるということがあるのかということですね。実際にはないそうですね。彫刻家の先生もそのように話してくださいました。となると、この皮膚の剥がれた様子は何なのかということになりますが、もともとそういう皮膚が表現されていたのではないかという疑いも出てきました。今の段階では断言できませんが、しかしその可能性もあるということになります。では続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now。
Wikipedia English writes its story about the Manchester Madonna by Michelangelo Buonarroti as follows. The Madonna and Child with St. John and Angels, 1497, also known as the Manchester Madonna, is an unfinished painting attributed to Michelangelo in the National Gallery, London. The painting's attribution to Michelangelo was in doubt for much of the 19th and 20th centuries, but now most scholars are in agreement. The work first came to public attention in the Art Treasures exhibition in Manchester in 1857, hence the title The Manchester Madonna. Like other Renaissance paintings of the Madonna and Child, which include John the Baptist, the subject arises from a non-biblical tradition that Virgin Mary and the Child Jesus met Christ's cousin, St. John the Baptist, on the Holy Family's flight into Egypt. The Virgin is depicted with one breast bared, as if she has recently been suckling her infant son. This recalls the theme of the virgin breastfeeding common in medieval painting. I, Hiroshi Hayashi, have a quite different idea and translation of this painting, which might change the whole history of fine arts of the world.ミケランジェロが描いたとされるマンチェスターの聖母です。ウィキペディア百科事典は次のように書いています。未完成の部分があるため、未完の大作と言われています。1497年の作です。当初この作品はミケランジェロのものであるかどうか疑われていましたが、19世紀か20世紀になり、ミケランジェロの作品と学生たちは同意したそうです。で、こうした聖母子の絵の中にバプティストのヨハネが描かれるようになったのは、聖母とイエスがエジプトでヨハネに会ったという説話によるものですが、マリアの胸が開いているのはイエスに授乳をしたためと思われます。またこの絵が基本で聖母でも授乳をしたという話が一般的になったと言われていますが、本当にそうでしょうか。こんな通り一遍の説明だけで済ませてよいものでしょうか。が、この絵の中には大変な謎が隠されていました。世界の絵画の歴史を一変させるような謎です。それをこの動画の中で説明します。広志林、浜松シティ、ジャパン。もう一度画面を見ながら最初から説明します。ミケランジェロ・ブラノルティが描いたと言われているマンチェスターのマドンナですが、この座り方に注意してください。マドンナの向かって左側の右足は太く描かれていますが、左足が描かれていません。左足のある部分に子供が割って入っているような感じで描かれています。右足はあるようですが、左足が見当たりません。この白い丸で囲んだ部分あたりに、まあ、左足があるはずなのですけども、その左足が見当たりません。そして子供の足と比較してみるとですね、下の白い丸のところにマドンナの足があるはずなのですけども、その足が見当たりません。なぜでしょうか。衣服の下に隠れているといえばそれまでですが、その衣服もこれまた奇妙です。赤丸で囲んだ部分を拡大してみました。細かい部分が極めて精緻に描かれているのがわかります。膝のあたりも拡大してみました。注意深くご覧ください。極めて精緻に
表現されているのがわかります。これは何の模様なのでしょうか。これは衣服なのでしょうか、それともということになりますが、私は何か蛇もしくはトカゲの皮膚のように見える、あるいは皮膚に似ていると思いました。で、蛇の皮と比較してみることにしました。そして右は実際の蛇の皮の写真です。大変よく似ているのがわかります。まあ、左中央の方がですね、さらに細かいということになるのでしょうか。つまりこのマドンナがまとっている衣服はですね、まあ、蛇もしくはトカゲの皮のような衣服ということになる、あるいはなるのでしょうか。私の説がですね、決していい加減な思いつきでないことはですね、この矢印の部分を見てくだされば分かっていただけると思います。矢印の部分を拡大してみました。この若い女性、まあ、女性ではないということになりますけれども、この人の背中を見てください。背中から鱗のようなものが吹き出ているのが分かります。つまりこのような形でミケランジェロ・バナノティはですね、ここに描かれている人たちが普通の人間ではないということを表現したと私、林浩司は判断しています。さらにダメ押しということになりますが、向かって右側の人物に注意してください。向かって右側の人物は手に何かを持ってそれを見つめています。手に持っているのは何かということですけども、普通に考えれば手紙ということになりますが、どうもこれは手紙ではないように見えます。その証拠にこの手紙と思われるものの左下の部分を見てください。くるっと何か巻いているように見えます。私、林浩司はこれを皮、めくれた皮と判断しました。めくれた皮です。なぜめくれた皮であるかについてはこれから説明しますが、つまりは中央にいるマドンナが人間ではないからです。となるとマドンナは何かということになりますが、それについては少し回り道をしなければなりません。マンチェスターの聖母はミケランジェロ・ブアノティの作です。これはレオナルド・ダ・ヴィンチの作です。レオナルド・ダ・ヴィンチの岩窟の聖母、ルーブル版です。この岩窟の聖母の中に描かれている聖母は人間ではありません。上半身が人間、下半身が大蛇、魔女の中の魔女、子供を食べる魔女ラミアです。この岩窟の聖母の中の聖母の胸と後ろに描かれている岩を比較してみてください。色使い、風合い、感じ、全く同じです。ということは聖母の体は一体として後ろの岩につながっているということになります。つまりここに描かれている聖母は人間ではなくて下半身大蛇の魔女ということになります。それについてはこの動画の後に続けて皆さんに説明します。ともかくもこの岩窟の聖母の中に描かれているマリア、すなわち聖母はラミア、下半身大蛇のラミアであるということです。つまりこのような形で1500年後のキリストはレオナルド・ダ・ヴィンチという代理人を使ってマリアは魔女であることを表現しました。Thank you.
で、結論ということになります。マンチェスターの聖母 by ミケランジェロです。向かって左側の右足を拡大してみました。そしてその足と岩窟の聖母の中に描かれている天使と言われている人物の背中部を比較してみます。キー枠で囲った部分に注意してください。拡大してみます。ここが今日のこの動画の大切なポイントということになりますから、皆さん自身の目でしっかりとご確認ください。左はミケランジェロ、右はダヴィンチですが、この両者の表現の仕方は酷似しています。赤い線で今ラインをかけていますけれども、赤い線を中心にして比較してみてください。酷似しているのがわかります。で、これをどう判断するかですけども、特にこの部分ですね、同じように表現してあるということです。まあ、画家について言うならばですね、一人の画家の癖がですね、同じように現れているということになるのではないでしょうか。左はマンチェスターの聖母の聖母の足です。右は岩窟の聖母の中の天使の背中部です。つまりこの両者は私は同じと判断しました。上半分が丸っぽくて下がラインで構成されています。で、足を見るとですね、共に足が表現されていません。まあ、岩窟の聖母の方はですね、三本指の、まあ、魔女が表現されています。ともかくも左のマンチェスターの聖母には足が表現されていません。で、私はこの両者はラミアであると判断しました。つまりマンチェスターの聖母の中に描かれている聖母は下半身大蛇のラミアであると判断しました。もう一度確認のために皆さん自身の目でしっかりと見てください。
つまりこの岩窟の聖母の中に描かれている人物はですね、この姿勢ではバランスを保つことができず前に倒れてしまうはずです。そのバランスを保つにはですね、後ろにこのような大蛇のような体がないと無理だということになります。そしてマンチェスターの聖母です。岩窟の聖母です。右の聖母が岩窟の聖母がですね、ラミアですから、同じように考えて左の聖母も私林浩司はラミアであると判断しました。で、その証拠は最初に示しましたようにいろいろな部分に現れています。つまり右はラミア、左もラミアということになりますが、右はダ・ヴィンチの作品です。左はミケランジェロの作品です。作家と言いますかね、画家が違うのにこのようにコンセプトが同じということは、これらの2枚の絵画はもう一人その上の誰かによって描かれたということになるのではないでしょうか。分かりやすく言えばですね、ミケランジェロもダ・ヴィンチも、つまりは1500年後のカイン・キリストの代理人でしかなかったということになるということです。改めて先ほどの画面押しを繰り返します。マンチェスターの聖母です。その聖母の衣服はこれは普通ではありませんね。で、同時に二人の女性らしき人物が手紙のようなものを読んでいます。それを拡大してみました。で、この両者右上下を比べてみるとですね、大変よく似ているというよりもですね、同じであることがわかります。細いラインがいっぱいといいますか、無数に走っている点に注意してください。ひび割れの表現の仕方も同じです。で、この両者を比べてみるとですね、やはり下のこの二人の人物が読んでいるように見えるそのものはですね、つまりは手紙のようなものではなくて衣服、もしくは衣服そのものがですね、皮膚をまあ表現したものと考えるならばですね、二人の女性らしき人物は皮膚を調べているところということにもなるのかもしれません。ねえあなた、マドンナの皮膚ってツヤツヤしていて、それに分厚くて健康そうね、それにね、色も白いみたいねとです。 Bye for now。で、結論ということになります。ダ・ヴィンチなる画家、あるいはミケランジェロなる画家を通して1500年後のカイン・キリストはこうした絵を私たち人間に残したということになります。裏を返して言うとですね、糸車の聖母の中に描かれている聖母だけがラミアではない、普通の人間であると考えることの方が無理ということになるのではないでしょうか。そして他の3人のラミアと比較してみるとですね、この糸車の聖母の中に描かれている聖母もまたおかしい
ということになるということです。まあ、こういうようなところからですね、私林博士は糸車の聖母の中に描かれている聖母もまたラミアであると最終的に判断しました。もう一度ラミアの足を見ていただきたいと思います。異様に太く、その足はお腹から出ているように見えます。そしてもう一方の、まあ、このマリアのですね、聖母の右足がですね、見当たらないということです。まあ、ちょっと変わった座り方をしているといえばそれまでですけども、しかしよくよく見ると不自然ということになります。そして衣服もですね、このように明るくしてみるとですね、普通ではない衣服を身につけているということになります。まあ、どこか不気味ということですね。つまりこうして状況証拠を重ねていくとですね、糸車の聖母の中に描かれている聖母はですね、普通の人間ではない、あるいは普通の女性ではないということになります。そして一連のこうした絵を通してですね、1500年後、そして1900年後のカイン・キリストは私たち人間に次のようなメッセージを残したのではないでしょうか。つまり人は見かけで判断してはいけませんよと、そして同じように神もまた見かけで判断してはいけませんよとです。まあ、なぜ、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、あるいはミケランジェロを通してですね、さらにはパブロ・ピカソを通してこのような絵を私たちに残したか、なぜ残したかということについてはいろいろ議論がなされると思いますけれども、今はともかくも事実としてこうした絵が現在の私たちに残っているということですね。つまりそうした事実を通して1500年後のカイン・キリスト、そして1900年後のカイン・キリストが私たちに何を伝えたかったかということを考えていくのが、私たち今の現代のですね、人間のなすべき次の作業ということになるのではないでしょうか。最後にもう一度4人のラミアを確認していただきます。左からパブロ・ピカソがゲルニカの中で表現したラミアです。そしてマンチェスターの聖母、岩窟の聖母、そして今回糸車の聖母へと続いてきました。つまりここで4人の、つまりはラミアが並んだということになります。他の3人のマリアがラミアであるということを考え合わせるならばですね、糸車の聖母の聖母がですね、ラミアでないと考えることには無理があるのではないでしょうか。そして最後に一言、神は見かけで選んではいけないということになります。